いらっしゃいませ。来てくれたんですね。にゃっ。いくにゃ。都市中でアマゾネスが襲われている。ハイセ、そこら中で襲撃されてて、死者も。アマゾネスたちの所属は、まさか。今の派閥はバラバラらしいっすけど、元イシュタルファミリア、みんなイシュタル様に近かったバーベラス。手に入らないのなら渡さない、そういうことか。どういうことっすか。大胆で凶悪で最低な選択だ。敵は鍵の探し合いを放棄した。見つからないならいっそ疑わしき情報源そのものを全て抹殺しようとしている。このやり方バレたか。ディオニソス様、これは。ああ、闇に乗じた背後からの一撃、暗殺か。イシュタルの眷属の抹殺。どうやらタナトスたちは随分物騒な手段を取ったらしい。フィルビスさん、ディオニソス様。レフィア、レフィア・ウィリディス、見ない方がいい。その人はまさか、私たちが情報を求めたアマゾネス。やろう。お前ら、どうして。平気？あの武器で切られてない？おいてめえ、知ってることがあったら全部吐け。自決、腐ったれ。傷を負った者たちはディアン・ケヒトの治療院に運べ。急ぐんじゃ。はい。冒険者相手に特攻とは。しかもこいつら全員カースウェポンを持っておるだと。人手が足らん、かばいきれん。練習台にもならないわ。絶対役を始めよう。喰らい尽くす。魔の放つ。傷をもらうな。分かってる。一体何なんだいこいつらは。練習台にもならないわ。守らなきゃ。うわ。無事か、アンティアネイル。
るさい。手なんか貸すんじゃない。余計なお世話だよ。アイシャ、サミラ、その帰り地、まさかそっちもか。年もそこら中でバービラが襲われまくってやがる。真正面からじゃない、暗殺だよ。敵は神イシュタルに近しかった者たちを狙っている。おそらくは口封じのために。私たちの暗殺だって？畜生、あの神はいなくなっても面倒ごと押し付けやがる。どうする、アイシャ。殺された中には宮殿を出入りしていた女たちもいるって。そうだ、春姫は？落ち着きな。あいつはファミリアの名簿に載っちゃいない。イシュタル様がギルドにも存在を隠してた。狙いこないよ。じゃ あフルネは？あの引き返るが死ぬか。ほっとけ。私たちの対応は後手に回っている。騒ぎを聞きつけてから急行するのでは間に合わない。狙われる可能性があるものを知っているなら教えてほしい。待て、待ちな。他に狙われるバーベラは？ルナ。レナだ。レナがヤバい。情けねえ声出してんじゃねえ。これ私が狙われてるんだよね。見りゃ分かんねろが。私がベートローガを巻き込んじゃってるの？関係ねえ。関係あるか。こいつら俺たちの敵だ。私をかばってるせいで、ペトローが一人なら負けないのに。ほらいて、君が痛みを放ってやがる。雑魚が俺を苛むんじゃねえ。ここからだろう。逃がすわけねえだろ。こんな面白い見せ物からよ。やれ、野郎ども。血と踊れ。ようやく捕まえたぜ、バナルガンド。たく、化け物が。どれだけの味方を潰しやがった。だが、これでチェックだ。アマゾネス狩りのつもりだったけどよ。こりゃ広いもんだぜ。ここでバナルガンドの首をあげてやる。
練習台にもならないわ。絶対やつを始めよう。戦闘には不向きだ。おい英雄。黙ったら喋んじゃねえ。ここで泣き言なんてヘドが出る。ここに立ったなら卑怯も汚ねえもねえ。腹をくくれ。吠えろ、吠えてみせろ。それが不条理に抗う唯一の術だ。私がいなければベートローガは強いもんね。おい待て、ふざけんな。何をしようとしてる。何を血迷ってやがる。てめえは雑魚だ。勝手な真似すんな。動くんじゃねえ。ここでいろ。てめえは俺のそばにいろ。ベートローガ、勝ってね。死なないで。レナアサシンども、女を追え。だから、私を忘れんなよ。邪魔すんじゃねえ。そう言うなって。私が相手をしてやる。あんなガキよりよっぽどそそるだろう。このクソ女が。戦闘には不向き。勝利のクイーンなんて。必死じゃねえか、バナルガンド。うるせえ。そんなにあのアマゾネスが大切なのか。黙ってろ。じゃあよ、私のプレゼントは見てくれたか。クノッソスで仕留めてやったてめえらのお仲間のことだ。私がやってやったんだぜ。泣きわめく冒険者どもを刺し殺してやってな。本当はな、もっと丁寧にむごたらしくやりたかったんだ。だがお前らが早く来るもんだから雑にやっちまったじゃねえか。じゃねえ。特にあのヒーラーはやりがいがあったんだ。弱えくせに最後まで仲間をかばいやがってよ。しゃべるんじゃねえ。
は悔しがってくれたか。お前は今みてえに情けねえ顔を浮かべてくれたか。チッ、ここまでにしとくか。これ以上続けたら本当に殺されちまいそうだ。言ってやれよ、バナルガンド。もう間に合わねえだろうがな。帰ったか。やっぱりポーションが効かない。ガース。レナ、お前まで。バナルガンド、ふざけるんじゃないよ。言ったはずだろ、レナに何かあったら私は。勝手に逃げ出したザコのおもりなんてどうしろって言うんだよ。散々足を引っ張りやがって、うざってえったらありゃしねえ。つくづく救えねえぜ、ザコっていうのはな。自分の力のなさを後悔してのたれ死ぬ。言った通りだったぜ。お前、殴ろうとしていた拳が止まった。なんだその顔は、なんだその目は。てめえは一体何を見てやがる。笑っているだろう、俺は。
いつものように笑っているだろう。俺は。あんた。どうして、俺を、そんな目で見る。行くよ。さけるなよ。なんだ、それは。なんだ、その目は。俺を、そんな目で見るんじゃねえ。俺は、なんだよ、これは。ベート。セレニアが、男女で。俺は強くなったんじゃないのか。なのにどうしてまた奪われる。ベート、すまない。謝ってんじゃねえよ。お前が謝るんじゃねえよ。よせベート。やめて。お前が認めるんじゃねえよ。ザクは突っ込んでろ。身の程をわきまえやがれ。てめえこの野郎。おい、よせ、やめろ。挑発に乗るなよ。やめろって。吠えることもできねえくせに。
バカ野郎。お前を打ちのめしてるのは強者じゃねえ。お前を本当に打ちのめしてるのは。そうだ。俺を打ちのめしてきたのは他でもない。弱者だ。弱肉強食に逆らえねえ弱い奴ら。どんなに俺が強くなっても救えねえ脆弱な存在。世界の摂理に泣きわめくあいつらを呪うようになって何が悪い。さて黙りやがれ。聞かすんじゃねえ。てめえらの泣く声なんか。泣きわめいて後悔するくらいなら巣穴から出てくるんじゃねえ。ベートさん、せめて体を拭かないと。すみません、遅くなりました。アミッド、もしかしてずっと魔法を。例のカースを解除できるのは現状私の魔法しかありませんので、あなたの体力を見込んで後回しにしてしまったこと謝罪させてください。ベートローガさん、アマゾネスと救える命は救いました。ですがここへ運び込まれた時点で手遅れだった方々。私ともディアン・ケヒト・ファミリアの方で僭越ながら第一墓地に運ばせていただきました。遺体を置いておくゆとりは今ここにはありませんので。襲撃者たちの正体はあの大陸の闇セクメト・ファミリアと断定されました。元イシュタルファミリアの眷属が狙われたことから神イシュタルに恨みを持つ人物、嫉妬に駆られた一部の女神が彼らを雇い暗殺を命じたとギルドは判断しています。かの派閥の暗殺者は掟に従って雇い主のことは口外せず自害する。ギルドの上層部はすでに死亡者の特定を諦めているそうです。治療は終えました。カースは傷が塞がってもすぐに回復はしません。夢無理はなさらないでください。アミット、申し訳ありません。少々魔法を行使しすぎたようです。無理しちゃダメ、今は休まないと。さっさと運んじまえ、目障りだ。ベートさん、ここにいてください。すぐ戻ってきます。巻き込んでしまってすまない、アンティアネイラ。探し物をしていた僕たちの動きが、こ
今回の首謀者を刺激してしまったようだ。こんな真似をするなんて思いもよらなかった。そんなものは言い訳にもならない。謝らせてくれ。なんで謝るんだよブレイバー。あんたたちのせいじゃないだろ。ガキでもわかる。悪いのはこんなことしでかしやがった連中だ。それにあんたたちが出しゃばらなくても、私たちイシタル様の眷属は早かれ遅かれ襲われていた。違うか。ったく、いなくなった後まで私たちを振り回してくれるよ、あの女神様は。守れなかった、助けられなかった。そんなことで自分たちを責めるんじゃないよ。そっちの方が私たちにとっては屈辱だ。バナルガンドにもそう伝えときな。ベート、なぜ彼が出てくるんだい。聞いてないのかい。いろいろあってね。彼は今ファミリアを離れてる。よければ聞かせてくれないかい。その話は本当かい。ああ、あのウェアウルフがあんな顔を。いや、なんでもない。とにかく変な気遣いはいらないよ。あんたたちが救ってくれた仲間もいて感謝してるんだからね。私たちはデートの目の前で殺されたアマゾネスって、リフィアが言ってたデートの相手でしょうね。多分あいつも鍵の情報を探していたのよ。その途中でイビルスの連中に狙われた。何そだ。しかし本当か。どうするの。ベートをおとりに使う。僕の知っているベートローガはこんな仕打ちを受けて黙っていられるほどおとなしい獣人じゃない。十中八九暴走する。イビルス、バレッタたちに報復しようと一人で動くだろう。それは派手にね。そんなベートを陽動として敵の目が引きつけられている隙に、僕たちは相手の退路を断つ。クノッソスから地上に出てきたバレッタたち、敵が所持している鍵を奪取する。ベートさんをおとりって。確かにその作戦なら敵の裏はかけるかもしれませんけど。グズグズするな。ダイダロス通りに監視を置け。クノッソスとつながる旧式の地下水路には僕が陣を張る。ラウル、このバベルはガレスに任せるよう伝達を。待ってよフィン。おとりってどういうことですか団長。止めるのかい。君たちは顔も合わせられないほどベートのことを嫌っていたんじゃなかったのか。それはでもこんなのおかしいよ。仲間を助けるのがファミリアじゃないんですか。メレンの時だって団長たちは私たちのことを。それならあのバカ狼だって。納得してもらえないかい。じゃあ言い方を変えようか。今回の事件は全てベートに一任する。もう僕たちが何を言っても止まらないよ彼は。フィンメ、まったくやってくれたな。そうですよね。こんなひどい命令を出すなんて。いくらベートさんだからって団長らしくないっていうか。いや、ベートを理解信頼しているからこそ立ちが悪い。え？これでは私が悪役だ。リベリア！
んがいない。きっと一人で外に。そうか、そうだろうな。結局フィンの思い描いている地図通りだ。あれはもう止まらない。アイズ、ベートを追いかけろ。お前だけはあれから目を離さないでやってくれ。うん、わかった。アイズ、今のベートを見て、お前自身と。いや、なんでもない。行け。ベート。何やってんだよ。ん？ベートに会えるかなと思って、なんとなく歩いとった。ビンゴやったな。護衛くらいつけろ。今の状況わかってんのか。心配してくれるんや。くぅ、やっぱりベートは優しいな。うぜえぞ。用がねえならそこ。ベート、これうちからの選別や。中にポーションとミルーツが入っとる。必要やったら食べ。止めねえのか。ここで止めたり余計なことすると、レイトは一生自分のことを許せへんなるんやないか。そう思てな。また一つ傷が増えたな。わかったような口を聞いてるんじゃねえ。勘違いするな。誰が傷つくか。俺がイラついてるのはてめえ自身だ。イビルスの連中に腹が立つほどあしらわれた。弱え奴らを罵っておいて笑わせるぜ。俺もまだまだ雑魚ってことだ。出せったらね。力が足りねえ、強さが足りねえ。俺はもっともっと強くなる。悲しいな。そうやってベートはまた強なってしまうんやな。ベート、アンナ、うちビーザルから自分のことをちょっとだけ聞いとったんや。ビーザルは天界でも同郷なんやけど、うちあの男のこと苦手でな。とっつきにくいったらなくて、あれをおちょくることは最後までできひんかった。やから酒場でたまたま会うて、酔ったはずみでこぼしたそん時の言葉も半分聞き流しとったんやけど。俺の元には凶暴な狼がいる。だが俺では、俺のファミリアでは、あいつを殺してしまうかもしれない。俺の手があの子から離れたら、ロキ、もしよければ見てやってくれないか。ベート、もう牙の意味は分かったか。